え皆さん、こんにちは。えー、今回は、ですね知財検定と知財技能士会を運営されている近藤さんに、知財検定のことですとか、知財技能士会のことについていろいろとお伺いしていきたいと思います。近藤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で早速なんですけども、あの近藤さん、あの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、えー、そしたら簡単に えとこの知的財産管理の検定、皆さんあのご存知かご存知でないか、えー、いろいろいらっしゃるかと思いますけれども、えー、この検定試験はですね、実は2008年に国家試験として、まあ、スタートしているものなんですが、まあ、それとの私の関わりを少しじゃあ,あのご紹介をしたいと思います。はいえー、実はですね、私全然あの知財旗の出身ではないんですね。え、そうなんですかもともとのキャリアは。<laughs> もともとはですね、私、大学卒業してプラプラしてあの、実は法学部だったんですけども、でその後司法浪人をちょっと2年ほどしていて、<お>でまあ受からないからもうそろそろ社会人になろうかということで、最初に着、えー、いた仕事はですね、あの皆さんご存知の親剣ゼミっていうのがあり,ありますよね。あれを作る仕事、実は。 最初、最初にやってたんですよ。あ、そうだったんですね。教育番組から入ったんですね。うん。なので、教育産業に入って、で、それで8年ぐらいやってたんですけど、そこでですね、実は、知財の検定試験を作ろう、作ろうっていう話が、僕に伝わってきたわけですね。おお、なるほど、ね。こういうことを考えてる人たちがいると。えー、はいはい。で、まあ、紹介してもらって、で、その人たちと、まあ、合流すると、うん、いうことに、実は、なるんですね。 で、それが2003年に僕は転職をして、じゃあ検定試験を立ち上げようよっていう、はいえー、仲間たちと一緒に、この検定試験の実は、えー、前身となる民間試験の時代の知的財産検定という検定試験を立ち上げたんですね。あ、最初民間だった、ね、そうなんですよ。2004年に初めて試験を実施したんですけど、民間の試験だったんです、はい、最初は。へ、えー、で、それから、えー、4年間。 民間の試験をやって。はいはい。うん。でも、えー、4年一生懸命やったんですけど、やっぱりなかなか受験者伸びなくて、なかなかこう民間の試験なので、こうなな、なんていうのかな、国家試験のようにこうなかなか取り扱ってもらえない。うん,う,んうん。合格した人もそれ民間資格でしょって言われてしまうっていうようなお話をよく聞いてですね。なるほど、うん。だったら、まあ国家資格にした方がいいんじゃないかということで、国家試験にすると。 いうえ、まあ、活動に入っていくわけですよ。えー、国家試験できるもんなんですね。そうなんですよ。<laughs> なんと、なんとできちゃったんですね。すごいですね。まあ、運が良かったとしか言いようがないんですけどね。えー、なんか4年で国家試験になるって、なんか僕からしたらすごいと思うんですけど。そうですね。でもまあもう切羽詰まってましたからね、我々は。いや、もうね、本当に当時は小泉首相がね、知財立国宣言というのをね、やって、 地財で盛り上がっていこうっていう動きをしている中で、うん、もう、その実際に地財立国を支えていく人たちをもっともっとこう増やそうよということで、僕らやってたんですけど、なかなか受験者が伸びないので、これじゃまずいんじゃねえと、<laughs> まあそんなね、思いもあって、少し、ね、<も>時間かかったんですけど、はいはいまあ、でもタイミング的には結構いい時だったというか、まあ、それもあって、小泉政権の時代の政策もあって、じゃ国家試験まで行って。 みたいなとこもあるんですか、ね、うんまあそうですよね知、知的財産っていうのをちゃんとね、あの経営に活かしていこうよ、まあ、知的財産で日本は食っていくぞっていうような、そういう雰囲気の流れだ中だったので、そういう意味では、まあ、追い風だったと思いますね。ああ、なるほどですね。で、じゃあそこから、えー、今に至るまで、もうずっとその試験ですとか、その技能試験の運営をされているってことですか そうですね。だからもう2004年に最初のやつをやってから、まあかれこれね、本当回を重ねてすごい回数やってますけども、ずっとやってますね。おお<ー>。<laughs> じゃあもう何でもご存知ということですね。いい <laughs> はい。ああ、ありがとうございます。じゃあその知財検定っていうそのさっきからバードでできてるんですけども、あの視聴者の方あまり知らない方も多いと思うので、まあどういった試験なのか、まあ簡単に教えていただいてもよろしいですか？ はい、えー。もう本当に簡単に、簡単に言うとですね、組織という言い方がいいのかな。もう企業とか、それから、例えば、お役所なんかも全部含んでるんですよね。<laughs> うこう、組織の知的財産がこう生まれて、はい、それをこう管理していく、まあ、権利化したり、それからエンフォースメント、要するに権利交渉していったりっていう、まあ、その一連の知識っていうものを身につけているっていうことを認定していく試験。 はいはいはい、まあ。まあそういう中身ですね。で、3級、2級、1級と、まあ3段階ありますよと。はい。いうことで、入り口の3級っていうのは本当に、新入社員がこう受けるレベルって言ってもいいのかもしれないですね。コンプライアンスのレベルに近いかもしれないぐらいのところから、1>, うん、まあ1級は便利士の先生方が受けてもなかなか受からないっていうぐらい、高い,い,、はい。レベルなところまで、えー、3段階でやってますと。で、年に3回ほど、全国で。 20カ所ぐらいかなで開催をしてます。あ、結構頻繁に、しかもいろんなところで試験を、ね、そうですね。主要なところではやらせていただいてます。あ、なるほど。まあ、あの、実は僕も、そんな僕もですね、三級は持ってまして。<laughs> はい。<laughs> <laughs> で、一応なんか講師をやらせていただいたこともありましてですね。で、なんかあの、産級地財源で三級すごいいいなと、なんか入り口としてすごいいいなって思っ <laughs> うに思ってるんですけども、やっぱりその、 知財のなんか広く、まあ、浅くというんですかね、まあ、特許商標とかだけじゃなくて、まあ、著作権とか、性争防止法とか、種苗法とか、そっち方面も学べるんで、こう全体像がなんか,わかるというか、いやすごい知財権ってよくできてるなと思いまして、なんかもうたくさんの人に僕もお勧めしたい試験なんですよね。ありがとうございます。 はい、なんかそのまあ最近ちょっと僕も映画制作、知財の映画制作みたいなこともやっていて、はい、まあ多くの人に見てもらってイメージを持ってもらうことはできるんですけど、そこからもうちょっとちゃんと学ぶってなった時きに、まあ、どういったこう教材というか学習方法がいいかって考えた時きに、まあ、真っ先に浮かぶのは知財検定かなと、うん、<laughs> 思ってますね。ありがとうございます。はい。まあなのでちょっと僕もその実際ちょっとは関わった身として、まあ、知財検定多くの に知っってていいいたただきたいなという,ふうに思ってますありがとうございますあのねおっしゃっていただいたように知的財産って何知的財産って何か仕事に関係ありそうだよねみたいなでも、うん、いざ勉強しようと思った時に、はい、何すればいいのってうんやっぱりなると思うんですよね。ですねはい。うん、でそういう意味ではやっぱり検定試験って実はその何をすればいいかっていうものの目標 に使っていただいているっていうのが、うん、実態としてもあるみたいで。はい,はいはい。アンケートとかを取ると、うん、その知財を学ぶためにこの検定試験使ってますっていう人がかなり多いんですよ。ああ、なるほど。なるほど、うん、なんか資格を取るためとかではなくて、うんはい,はい。純粋に勉強としてってことですね。これを勉強すればちゃんと力がつくみたいな。はいはいはい。うん 確かになんかその、まあ、両方備えてるというか、こう、試験あ、資格も取れるし、ちゃんと実体的な勉強もできると。うん。うん。そうですね。で、少しまあ特徴的な話になるんですけど、こう、出題されてる中身。はい。についてなんですけどね。はい、これまあ、今の国家試験になってからはちょっとまた違う作り方なので、まあ、あの、僕からは何もコメントできないんですけど、まあ多分、あの、DNA という意味で、 多分あの、どういうものかっていうところでいくと、実はですね、はい、民間検定が非常に評価されたっていうのが、問題の中身だったんですね。はいはいはい。うん。で、それまでって、まあ、弁理士試験とかの担当式とかもそうだと思うんですけど、はい。あの、法律の知識を問う試験が多い、多いんですよね。そうですね。うん。うん、いわゆる検定とか資格とかって。確かに確かに。うん。 で、実はこの知的財産管理技能検定の前の知的財産検定というのは、えー、特徴は何だったかというと、事例,の事例形式。うん。はいはい。こういうことが起きましたと。うん。企業の中でこういうことがあったんですけど、この時にあなたならどうしますかっていうような、うん。最も適切なものを選びなさいみたいな。はい,はいはい。そういう取材だったんですよ。 あ,ありますね。あの、うん、実技みたいなやつもありますね。そうですね。うん、はいはい。で、それが非常に評価が高かった。なぜかっていうと、実は、はいえー、作り方に秘密があって、はいあの。実際にですね、我々、この民間検定を最初に立ち上げた時にはですね、はい、どうやって問題作ったらいいんだろうとかね、どんなふうにテキスト作ったらいいんだろうっていうのを考えたときに、これは世の中でやっぱり起きていること、 うん、実際にこの事件というか、事故というか、はいはい、困ってる何か。何かしらこう、知財でトラブルって起きているよねと。うん、どんなことが起きているのかっていうのをちゃんと網羅するように作るっていうのがいいんじゃないか。いやー、素晴らしいですね。というコンセプトだったんですよ。なる,なるほど、なるほど。なので、弁護士さんとか、弁理士さんとか、はい、企業の知財の人たちとかで委員会を作ってですね。はい,はい、はい。で え要するに皆さんの周りで起きている知財の事件、トラブル、どんなものがあるかというのを出してくださいっていうのを、だーっとケースをいっぱい出したんですよ。ええ。もう、一人二人でやったわけじゃないですから、十数,数人でやったと思うんですけど、はい、ものすごい数のケースが出てきて、はい、集約していくと、それでも500ケースぐらいになてです。<laughs> えー、あいっぱいあるんですね。なるほど。うん、で、その中で重要度とか、レベル感ですよね。 はい、そのこういうトラブルのどこまでが解決できると3級ぐらいなのかとか、うん。まあできると1級ぐらいなのかとか、うん、まあそういうことも実はですね、整理をしていって、<laughs> はいはい。で、それで実はテキストを開発したり、問題を作ったりしてたんです。ああ、そうなんですね。じゃあ、例、ね、が元になって、そうそうそう。検定ができてるっていう。そうすると、じゃあ、使ってる側からするとどういうことかっていうと、 企業の方々にご協力をいただきながら、まあそういうことをやったっていう背景もあって、うん、企業の皆さんの声としては、もうそんな世の中で起きてることが問われるっていうのは、すごく、これは魅力的だっていうのはまずあるわけですよ。うーん、確かに。で、さらには、よく起きてるものがで出てるんだけど、各社、じゃあ全部経験してるかはしてないんですよね。ああ、まあまあそうですね。<laughs> <laughs> 企業それぞれの事件が。うん、<laughs> そうそう、ね、それぞれ、それぞれなんかポツン、ポツンと起きてるわけですよ。はい,はいはい。はいうん でそうすると、世の中で起きてる大体こんなことが起きるんだっていうのが、全部知れるっていうことは、要するに予見可能性が高まるわけですよね。ああ<ー>、確かに。もこういうことが起きるかもしれない。じゃあどうやったら防げるんだっていうふうに考え,考えていけるんですよね。皆さんはいはいはい、うん。受験されて体験した人たちは。そうですね。うん、なので、教材的に最初こう、使っていただけてたっていう感じがあるんですよ。うんうん。あ、じゃあなんかもうかなりこう、 現実に沿っっったた内容だてことなんだ本当に起きていること、あ、こういうことあるよねっていうふうにおっしゃ、まあ、あの、時代部長さんたちにおっしゃっていただいて、はいはい、ああ確かにそ。そういう意味では、すごく評価がしていただけたんですよね。その事例,事例形式で出てるっていうところが。ああ、確かに確かに。何か言われてみればあの、結構リアルだなというのを、僕も思っていてですね。うん、なんかある意味、いい意味で、その、検定試験っぽくないところがうん、だなと。そうですよね。学科試験と実技試験、両方あるんですけど、今は多分、えっと、学科試験は法律の知識。 うん、実技試験というのはそのケース、事例外事例形式っていうふうになってると思います。だから、しっかりこう分けて、うん、テキストも分かれてあの、試験自体も分かれてるっていうことですね、うん。なるほどですね。聞けば聞ほど、すごくよくできてる試験だなというふうに思います。で、<laughs> こうね、本当にあの力がちゃんとつくっていう、その辺にあるんだろうと思います。うん、でなんかその、その、知財検定受けて、えー、受かると、まあ、その知、知財技能士として、 名乗れると思うんですけども、うん、なんかその先、そのなんかあれですよね、知財技能司会っていうものもあって、そこに入るとまたさらにこう、なんていうか、世界が広がっていくというような感じですかね。そうですねあの、知的財産管理技能司会というのを我々まあ作ったんですよ。うん、はいはいはい。なんでそういうものをつ作ってるかっていうとですね。うん、はい あのこの知的財産管理技能検定っていうのは、実は、えっと、厚生労働省の所管している技能検定制度っていう。<laughs> 有名なのだと、えっと、FP ですよね。ファイナンシャルプランニング技能。ああ<ー>、うん、はい。最近はいろいろ、えー、他の種類もいろいろいっぱい、あの、最近の新しいものが出てるんですけど、はい、えー。そういう中の一つなんですけどね。これが、うん、まあ、もともと、その、なんていうのかな。 職人さんですね。いわゆる労働者の皆さんのスキルというのを国が認定してあげて、議論を。で、その人たちが、えっと、ちゃんと評価してもらって、給料がもらえたり、転職しやすくしたりとか、実はそういう目的で作られた制度っていうことがあって、うん、はいはいはい。で、何が言いたいかというと、実は手に職、要するに自分のスキルというのは衰えないっていう前提で作られた制度なんですよ。 ああ、そうなんですね。なるほど。つまり、更新の制度とか、継続、継続研修とか、はい。そういう制度がついてないんです。へえーまあ。取ったらと取りっぱなしなんですよね。あ、まあまあ確かに。うん、うん。で、草野さんね、もうご存知の通り。じゃあ、知財、知財の法律でいくつありますかと。うん、うん。で、知財の法律って何年に一回改正されますかね、と。うん,うん。うん。って言うと、結構どれかが、 毎年毎年どこかが改正されてたりするじゃないですか。いやー、頻繁に変わってますね。<laughs> で大きいのがドーンと来たりする,するじゃないですか。いやー、そうですね。たまに行きます、ね。政策で、こう、こう、ね、はい、時代の流れでやっぱりこう、大きい法改正っていうのがどうしてもやってくる。はい。だから、一回取っておいて、それっきりにしておくと、法改正があったときに、なんか、えらい古臭いことを喋ってる人になっちゃうわけですよね。はいはいはい、確かにです。資格を持ってる人が。はい。 さすがにそれはまずかろうと。うん。うん。ということで、まあ、この知的財産管理技能士会という合格者の人たちの会っていうのをちゃんと立ち上げて、はい、でそこで、えーと、ちゃんと最新の、えー、情報にアップデートしていってもらうと。<laughs> うん。継続して学んでいただいて、世の中から、まあ、世の中にちゃんと貢献できてた、ちゃんと評価をしていただけるような、<laughs> まあそういう仕組みとして、この技能士会というのを使っていただくと。あ なるほどね。というのが元々の目的なんです。はいはいはい。うん。で、じゃあ一体何やってんですかとそこでと。うん,う,んうん。ということなんですけど、実はその技能司会の中には、こう、いくつかの委員会があって、活動してますと。えー、はい。うん。で、その委員会の活動っていうのが、まあサービスになってたりっていうこともあるんですけど、はい。例えばですけど、研修委員会みたいな。こう、研修を企画して実施する。 っていう委員会があったり。ああ、そうですね。勉強できるんですね、それで。うん。だからそこに入ると自分が学びたいことを実は先生引っ張ってきて、<あ>うん。研修企画して実施することができたりもするんですよ。あ、そうなんですね、えーうん。で、それを動画で実は、ね、このも立ち上げた当初、コロナになる前の、ずいぶん前から、実は、ね、日本全国にいますから、はい、全国各所、北海道から沖縄までで会社、技能者さんも全国にいますので、 動画配信で研修を提供するっていうのをずっとやってきたんですよ。ああ、なるほど。あ、いいですね。うん。そうなんです。なので、まあ技能士、技能士の皆さんで企画したもので、動画を作って、研修動画を作って、それを、えー、皆さん、会員の皆さんは、<laughs> えーまあ、無料でこう見ることができたり。へぇ、えー、まあ。その他にもですね、例えば IP ジャーナルっていう機関紙があるんですけど。ああ、はいはい。 うん、年に4回出るんですけどね。例えば、それももう無料でよ4つ読めるとか。あ、そうなんですね。そうなんです。お得ですね <laughs>、うん。あとはね、結構最近、求人情報が、ですね。あの皆さんあのそれ、それを使って転職いただいてたりとか。あ、そうなんですね。それはなんか結構、興味持つ人多そうですね。<laughs> 技能士の方がいいっていうあの、やっぱり求人が来るんですね。はい,はいはいはい。うん 最近多いのはやっぱり大学さんとかね、あとは、あのー、知財のあの、総合支援窓口。はい。あそこは、あの、実は技能士資格を持ってる人を採用したいって言って、はいはい。ちゃんと、あの、国の採用の要項の中に、ちゃんと技能士って入ってるんですよ。えー、資格持ってる人だけが面接受けられます。うん、そう、便利士だったり、まあ、このね、技能士だったりっていうふうな形で。 で、なので、まあ、我々も、こう、掲載依頼が来て、まあ、掲載して、今年なんかは結構、あの、決まりましたっていう、あの、お礼が来たりとかですね。ええー、あ、それはなんか嬉しいですね。そうなんですよ。はい、で、まあ、そうやって求人の情報をやったりとかですね。はいはい、はい、まあ、そんな、あの、まあ、学ぶだけでなく、そういう出口のところも、こういう情報提供させていただいたりとか、まあ、そんなことを実は技能司会っていうのはやってます。 えー、ちなみに、その、技能士会に入る上で、まあ、当然、そのか、会費みたいなのはやっぱ、あるんですかねうん、あの、技能士会の会費はね、えっと、年1万円。あ、年1万円。1> 年1万円。で、3、三<あ>年まとめて払うと、割引みたいな,な。はいはい、あ、うん、だいぶお安いですね。安くなってると思います。はい、割引。はい、ガンと引いてたと思います。あ、まあ、まあ、1万円ぽっきりで、まあ、就職活動もできたりとか、いろんな情報 手に入ったりとか。そうですね、あと交流会もやってるので、その仲間作りたい人たちとかもね。ああ、確かに確かに。うん、なんか、知財検定受けて、多分一人でポツンと受ける人も結構多いと思うんですよね。ね、うんうん。そうすると、人と会わないと、知識も廃れちゃうし、なんかこう刺激もないんで、なんかそこで、えー、会に入って交流するっていうのは、すごいいいと思いますね。 そうですねだから、知財部に興味があるんだけどっていう人たちはね、ねこうやって入ってもらうと、知財部でバリバリやってる人たちが中にはいて、あ<ー>あー、確かに確かに。作れてお話も聞けるし。あと、最近、なんかよく聞くのはあれですね、この技能、えー、検定、我々の試験を受けて、知財に興味を持って、便利子になっちゃいましたっていう人のストーリーを最近、よく聞きます。 あ、弁理士まで行っちゃうんですね。そ,のそうなんですよ。だから、昔はね、えー、まあ、弁理士がこの試験なんか受けないよねと。で、受けたよって人がいたら、はい、ああ、珍しいって言ってたんですけど、はい。まあ、逆で逆、もう、本当に技能検定を受けた人が弁理士試験を目指すっていうような、そういう,こうストーリーというか、ルートも、うん、うん。できてきたみたいですね。ああ、確かになんか僕も、その、最初、えっ、ー、と、知財検定受けてから、まあ、弁理士の試験も実は4年ぐらい勉強してたんですけど、うん、やっぱそういう順番でやったんですね。うん、いきなり弁理士試験、 うん、と勉強するとちょっとなんかこう難しかったりとか、ベニシケもちょっと網羅性で言うと、地財圏でよりないので、うん、まず地財圏って勉強した方がいいんじゃないかなと、僕は個人的に思っています。そうですよね、だからいきなり高い山目指しちゃうとね、途中でくじけちゃうので、こう、中間のね、<laughs> うん、<laughs> 目標としてはあの使ってもらえるとね、<laughs> もしかしたら勉強しやすくなるんじゃないかなとは思ってます、ねうん。いや、そうですね、本当そう思いますね。 なるほど。じゃあ、その、まあ、知財検定と知財技能司会のお話ししていただきましたけども、なんかその、どういった方に、まあ、お勧めしたいですかね、これらを。<laughs> あー、なるほど。そうだな、なんかあの、知的財産っていうものを、もうすでに仕事にしてしまってる人たちはもちろんね、自分の知識との幅っていうのを確認していただく、はいはい。これが非常にいいと思うんですよね。はいはいはい うん、あの本当に例えば知的知財部門で特許ばっかりやってる人って実は著作権のことよくわかってない。ああ確かに。っていうことがやったら気がつくんですよ。はいはい、うん、いやーそうですね、僕もあの知財部時代特許しかやってなかったんで、うん、やっぱ商標衣装著作権の知識ってなかったんですよね。なので、そうやってこう幅を広げていくということがで,、ま、できて全体のレベルをこう上げていく。 よくね、逆 T 字型人材とかって、あの昔から知財の人材のことを言ってたと思うんですけど、基本的なところの部分、うん、ベースの部分は幅広く知っていてで特許、特許マンなら特許のところだけはすごい専門性を高くあ<ー>、うん、磨いていくっていう、そういう人材があの、ね、あのこれから活躍するんだみたいなことが昔は言われていて、横に広げていくっていうのは、この限定試験が一つ目安というかね、うん、目標としては非常にいいんだっていう話を、 していただいてたこともあるので、まあ、その特許を中心にやられている方とか、まあ、商標だけやってる方とかっていうのは、その他のところを広げていくっていうところではいいんじゃないのかなと。うん、で他は、他にはですね、もうただ今も知財って、知財部だけのものじゃないんですよね。そうですよね、うん、冷静に考えて。ですよね。はい、草野さん、知的財産の定義ってご存知ですか 知的財産基本法に長々と書いてあるんですよ。そうそう、長々とあるやつです。第2章ってやつですよ。はいはいはい。で、あれをよくよく読んでいくと、最初、例示なんですよね、全部ね。特許だの、商標だの、遺書だのって書いてあるのは。はいはいうんずら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 書いてあって、で、大事なところは何かっていうと、まあ、ちょっと言葉を言い換えちゃうと、ビジネスにとって重要な情報ってなっちゃうんですよ。ああなるほど。うん、書いてあることは。 はいはい、営業上、技術上の情報って書いてあるんですよ。ありますね、うんうん。ということはね、ビジネスにとって大事な情報って、知財部だけですかっていうと、そ,そうじゃないですよね。そうですね、まさに。<laughs> ね、今、データが大事だって言われてますけど、まさにそれが知的財産だよねと、うんで。そうすると、顧客の情報ってどこにあるのかって言ったら、事業部門にあるわけですよ。はいはい、確かに。言ってしまうと。うん、まあ、そんな、ね、R&D にもありますし、技術の情報は。 はいうん、営業事業部にもありますし、もう本当、社内の至るところに実は知財ってあるよね。うんうん、とすると、まあ、あの昔から我々あの言ってるのは、実はこの検定試験を一番活用してほしいところって、実はそういうところなんですよ。今まで知的財産って自分たち関係ないよねと思ってたんだけど、えー、実は自分たちが主役になっちゃってる人たちがいっぱいいる。<laughs> 気づかんのに <laughs>、うん。で、そういう人たちに、まあ、とにかく勉強してもらえると、 その会社にとって大事な財産というものが、実は自分たちが持っていると。どう扱えばいいのかが分かると。はいうん、こうなると企業の力って絶対上がり,上がりますよね。うん、ね、確かに。組織として。うん。んそうですね。うん、か社内の至る所の人たちに実は受験してほしい。そうですよね。まあ、なんか思い浮かぶだけで、まあ研究開発もそうですし、営業もそうですし、広報とかもそうだと、ね、う。ん、そう,そうです、そうで、ん、す。はい。 まあ、特に広報とかなんで商標著作権めちゃくちゃ低かったりするす。そうですよね。思うん <laughs> で、うん、絶対しっといた方がいいですよね。うん。うん、そう。で、まあ、だんだんね、実は、あの、そうやって、そういう人たちが気づいてくれ始めてるんですよ。ああ、なるほど。うん。我々民間の検定の時代って、はい、知財、法務部門で、7、8割だったんですよ。うん。うん。それが今、知財の部門とか法務部門の人たちの割合って20、20%いってないんです。 ああ、なるほど、なるほど。うん、15%ぐらいじゃないかなはい、少ないですね。うん。うん、ということは、相対的に、それ以外の社内の広い人たちが今、知財で勉強してるっていうことなんですよ。ええー、そうなんですね。うん、だから、<何>個人的にはもっともっと増えろと、そこがあって思ってるんですけどね。逆に、あまあ、確かにそうですね。うん、なんか、知財詳しい人、まあ、もういいんですけど、詳しくない人が一番学ぶべき試験なんでしょうかね。そうなんです。で、さらにやっぱりね、いいのは、学生さんがすごく学んでる。はい あ学生が。ええー、草野さんの時代ってありました大学で知的財産を。知的財産いや。全くなかったですね。うん。多分ね、まあ、今でもそうですけど、理系の学校だと技術者倫理とかそういう中で少しあったりとか、あ<ー>あったと思うんですけど、はいはい、なんか今、もう僕らびっくりするぐらい知的財産の科目がちゃんとあるんですよ。あ、そうなんですか。大学の授業の中にも。へえー、僕らのところにご相談に来て、科目、あの、 経営学部の中に知財の講義作ったりとかしましたから。はいはいはい。うん。で、そうやってふふ学校がちゃんと知的財産を学ばせなきゃいけないと思って、だんだんそうなってきて、今や、あれですよ、産休の受験者のうちの2割3割が学生さんなんですよ。うん、あ、そんなにいるんですね。そう。えー、信じられないですねなんかで。そうするとどういうことが起きてくるかっていうと、はい。ね、新入社員の方が知財のことをよく知ってるみたいな話が起きる。<laughs> 確かに確かに確かに。<laughs> なるほどですね。 そうなので、たぶん少しずつ、だからその効果っていうのが、これから会社の中で見えてくるんじゃないのかなとは思ったりもするんですね。ああ<ー>。意識の高い、その学生さんっていうのは、ちゃんと時代を勉強してから会社に入ってってて。うん、は,いはいはいはい。うん。だから会社で初めて時代のことをね、こう研修受けても、ああ、そんなことは知ってますみたいな。うん,うん。うん。時代はだんだんそんなふうに変わってるっていう。ああ、やっぱりあれですかね。まあ今、インターネットがすごい普及してて、 まあさすがにちょっと知らないと結構まずいところいっぱいあるじゃないですか。うん。そういうところ大きいんでしょうかね。そうですね。だから、あの、な,なんていうんだろう、著作権絡みのところでのその意識っていうのはものすごく高くなりましたよね。ああ、そうですね。特に著作権ですよね。うん。あとはでもやっぱりこうね、日本の技術力みたいな文脈から、その特許っていうことに対しての興味を持ってる学生さんもやっぱり多いですし。ああ、なるほど,るほど。うん まあね、皆さんが興味を持って学んでいただくことで、本当の知財立国みたいなところが、やっと、やっと来るかっていうあ。やっとこれからですかね。<laughs> これやっとこれからかもしれない。<laughs> <laughs> <laughs> 我々の <laughs> 本領発揮をできる時代が <laughs>。<laughs> なんか楽しみですね。そうすると、確かになんか今って、本当なんか結構皆さんこう、まあ、それこそ動画発信したりとか、ロブログ書いたりとか、うん あとなんかクリエイターとして何か作ったりする人増えてると思うんですけど、そういう人たちってやっぱり必須になってくると思うんで、うん、まあ本当、前提知識ぐらいにそうですよね学んでいただきたいですよね、うん。そうですね、だから本当にね、これから副業みたいなのがね、どんどん解禁されると、うんね、もうなんだろう、本当に知財の知識がないと、うんうん、それこそ営業秘密って何ってとかって言ってたら、副業なんてできないわけですよね。 ははいはい、はい、確かに。<laughs> なので、まあ皆さんちゃんとこれから多分、まあますます学んでいかれることだろうとは思うんですけど、まあその中で、この検定試験とか、まあ、活用していただきながら、本当にうまくみんなが自分らしく伸び伸びと幸せになってもらえたらなというふうに思うんですけどね。いや、本当そうですね。僕もそう思います。うん。うん、うん。まあなので、今後ぜひともですね、まあ僕もその YouTube でこうやって情報発信していったりとか、まあいろんなところでこうセミナーと講演したりとかっていうのを。 していいきたいと思うんで,で、そこでやっぱりそのどう、何を学んだらいいですかって聞かれたときに、まあ、知財検定とか、まあ、あと自分で作ってる映画とか動画とかもあるんですけど、まあ、そういったもので、なんかどんどんこう必要な情報を知っていただけたらなと思うんで、はい、なんかぜひとも、そういった情報発信を今後も何か連携してできればと思いますので。 ありがとうございます。ぜひ一緒にやりましょう。はい、ありがとうございます。ということでですね、えー、近藤さんにいろいろと教えていただいてですね、僕、まあ、自身もものすごい勉強になったんですけども、ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、皆さんその知財検定ですとか、知財技能士会のことを知っていただければと思います。で、それで最後にですね、近藤さんから何かその有用な情報があれば、ちょっと追加で教えていただきたいんですけども、何かありますかはい、えー、っと、草野さんね、儲けの花道ってご存知ですか、はい、あ、あの、聞いたことはあって、 とぐらいは見たことあります。はい。なるほど。あの、中国経済産業局がこうやっている、ちょっと変わった動画サイト、えっ、ー、と、<ー>ショートムービーなんですよね。で、こういうち知的財産の、えー、落とし穴であったりとか、はい,はいはいはい。資材をうまく活用した企業の、えー、成功事例とか、はいはいはい。いったものをこう、動画で紹介しているサイトなんですよ。あ、なるほど。で、実は、それを見ても勉強になります。あ、そうだったんですね。うん。 えーね、検定試験のレベルまで、ね、網羅して幅広くあるかというと、まあ、数が限られるんで、それでも100本以上あるので、結結構構ああるんですすね、えー、結構ありますあのぜひ、ですねそれをあのご覧いただくと、知的財産というのが実際どんなふうに活用できるのかとか、んどんな,そんな危険なことにこうなんだろうなを回避できるのかとか、うん、まあそんな、ね、失敗に陥らないためのヒントがいっぱいそこには紹介されているので、まあ、<お>ぜひちょっとチェックしてみてください。あ いいですね。ちょっと僕も見てみます、ちゃんと。なんか、じゃあ、そうすると、検定で学びつつ、その、儲けの花道の動画で学ぶとこう、より、なんていうか、理解が深まるんでしょうかね。うん、うん、深まると思いますよ。いいと思います。あ、うん、いいですね。はい。じゃあ、ぜひとも、それらをセットで、皆さん、勉強していただければと思います。すすすはい。じゃあ、そちら、あの、リンクをですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひともそちら、クリックして、見ていただければと思います。はい。えー、ということでですね、えー、今日は、 えー、知財検定と知財技能司会を運営されている近藤さんにいろいろと教えていただきました近藤さん今日はありがとうございましたありがとうございましたはい、えー。それでは皆さんまた